雪だるま作る。はい、今回ドラゴンクエストビルダーズ2実況を再開していきます。今回はね、温泉を作ろうということで、やっているんですけど、少しね、納得のできる形にならなかったので、急遽作り変えていて、今に至ります。はい。で、何がダメかというとね、作った位置が、この城の一番上に一度作ったんですよ、さっき温泉をね。だけど、この空き部屋を使いたかったんで、まずはここに作ろうかと思って、今ね、やっています。はい。でね、一応、リスナーさんから作り方を教わったんで、ツイッターでね、ちょっと、それをね、基準にやっていきたいと思います。はい。で、まずね、花びら。これをね、入れないといけないみたいなんですよ。これを入れて、温泉。はい。これで入れてやっと温泉という扱いになるみたいです。まあ、2枚ぐらい入れておきますか。でね、こっからなんですけど、ここまではさっき作ったんです、一度。うん。で、こっからなんですけど、ちょっとまあツイッターのコメント見るんで待ってください。たらいを3つ。獅子の湯飾り。お風呂の椅子3つ。なるほどね。わかりました。結局作っていかなきゃいけない感じかな。はい。でね、今ね、結構寝起きなんで、声がいつも以上に通ってないんですがね、そこはすいません。まずこれ、湯飾り。湯飾りっていうのは、あれかな、本来なら、どこに置くんだろうね。これカードとかってことかな。ちょっと待ってね。角に置こう。どっちサイドがいいかな。今回ちょっとこの部屋作って終わりますよ。角度の調整が難しいな。こうなのか。ん、違うだろう。多分これ一段下だろうな。こういう感じになるんだろうな。あと温泉作るときってやっぱこの、これは何？必須なのかな？そこら辺もわかんないね。相変わらずアイテムが勝手にこっちに移動してしまうのはめんどくさい仕様だなと思うんですけど。はいはいはい。ここに置いとくか。で、まあ、これじゃあここに置いて、で、これで温泉できるかな？マスの数も足りてると思うんで、温泉 OK。で、さっき教えていただいたレシピを通りに作るんだけども、たらいとか多分ね、もう何もないんで、お風呂の椅子もね、3つ必要なんだよね。僕今2つしかないんで。ゆっくり作っていきますか。
お風呂場とかにこう手錠とかエッチなライトとかつければなんかこうソープランドみたいなね感じの部屋作れるんですかね。なんかエッチなムードの部屋みたいな。ちょっとまだねライト入手してないんでねあれなんですけど、まあその代わりと言っちゃあれですけど、なんかねさっき棚っていうのを編み出したんですよ。棚と変なタンス、その棚の横に並べるタンスみたいな。あれは何？いつ使うんだろう？収納できるみたいな書いてあったけど。まあ、これで実質お風呂場は僕、このお城に2つできたってことなんですけど。あ、これこれ、棚ね。これって何に使うんだろう？商人かな？よくわかんないんだよね。で、中に何か入る。本当商人増やしたいんですよ、本当は。なので、やっていきたい。まあ、今回の動画でね、時間がちょっと空いてたら、もう一回商人探しに行ってみようかな。なんだっけ？喋ってるとすぐ忘れちゃう。あ、あれだ。樽じゃねえや。オッケーオッケー。オッケーどこだ？オッケー。あった。これを3つだね。オケですか、たらいね。で、床飾りもうやったでしょ、塊やったでしょ、脇やったでしょ。これでいけると思う、多分。すいません、ちょっと咳します。失礼しました。で、ちょっと待てよ。微妙に置くスペースがない。しまった。俺これいつも間違えんだよね。なんかビルダーハートで解禁した後ね、もう作った気になっちゃうんだよな。ん？もう作ったか？作ってないよね。あ、持ってた。持ってましたね、普通に。もうダメだ。寝起きにやるもんじゃねえな、ゲーム。頭痛いし。お？ナチュラルなあったか温泉できた。よっしゃー、できました。やったやった。おお、いいね。お風呂場で。で、女の子にこんな囲まれて、やったやった。見ろ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 。なぜそこで寝る？顔。2フラム2フラム。2フラム。おお、来た起きた起きた。怖いわ。まあ寝床がね、なくなっちゃったんで、多分こうして、変なとこでね、寝るようになってしまったのかな。でもね、結構ね、バグが多いんだよね。こう見てると。こう、座った状態でなぜか王室の間に来たりとか、寝っ転がりながらとかっていうのもあったんで、動画では撮ってないけど。結構変な NPC のバグはね、割と多いかもしれない。で、商人探すって言ったんだけど、まあ、それは今回は良しとするか。じゃあ、いつもの服チェックしていくか。バニーの部屋にまず水着があるんでおかしいでしょ。ハートもうじゃうじゃあるね。で、ここはプールの部屋。
見づらい。うわ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 、もうとんでもない。あった場所に戻しましょうよ、ものは。で、ラニー部屋戻ってきて、これをしまうと。で、自分で作っといて迷うんだよね。そっか。で、ここは、こうなってんだね。取り出す、取り出す。なるほど。今、バスタオル、おいおいおい、ちょっと今、整頓したばっかだぞ、俺は、おい。シスターがシスターの格好をするな。シスターは水着を着ろ。それかバニーでもいいぞ。個人的には水着の方がいいかな。で、後の格好は下だな。はいはいはい。で、あ、もう、しっかりやって、みんな、ほんと頼むよ。 NPC の皆様、服はね、ちゃんと元にあった場所に戻すと私と約束してほしい。はい、NPC の行動を見るのに命かけてますから。何回言うんだこれ。よし。でね、まあちょうどキリがいいから終わるけど、商人欲しいわ。いいね。ここら辺にまた別の住人の部屋作ってあげようかなとは思いますがね。とりあえず今回はっていう話かな。まあ裏作業でまた作っとこうかなとは思いますが。はい、では一旦終わりたいと思います。これ置いとくかな。水着と雪だるま、なんかグラビアみたいだね。まあああいうのって本当に雪がある場所で撮影してんのかな。結構雪もどきみたいな、粉みたいなの使ってるパターンが多そうだけど。はい。ではご視聴ありがとうございました。